スマスだったら自分のかけてるんですけど、はい、まあ青空教室っていうのは、まあ外で
やる教室っていうことですよね、うん、まあね言ったらね小学校の時とかね課題授業みたいな感覚なのに、まあ、室内じゃないですか、うん、日本が私のやつね、まあ、関連もかね最初に聞いたお土産やイベントを見に来たら面白いお店もいっぱいありますからね。AKB のうちわ買えばいいんじゃねって浅草感もなければっていう。そうビールこれね、これ一応お土産を買おうじゃないかっていうんで浅草っぽいもの売ってるお店にね、そう行ったの。老舗みたいなところなんで、いやでも本当にふわふわしましたよ、うん、取材とかも多分また来たのかいうちをみたいな、そう結構取材の話してましたよね。あそうなんですか、あじゃあよろしくお願いしますとかじゃないですよ。あ撮るの今度は2月皆さんにってなってほしいけど、ちょっと過ぎちゃったんで、あのすいませんって返していただいてよろしいですかって、そのパターンもねありますよ、それはそれで。あ、タワー巡りみたいな。タワー巡り、でもスカイツリーと東京タワー行っても次は田無タワー行くしかないからタワーじゃない。皆さんにちゃんと最初にアンケートとかをね書いてもらったら、あ、これとそれやります、これやりましょうか、いる、せっかくも出してきちゃったんだなんか最後に最後これ、浅草これねいいでしょう、これもういいの、お土産私が、あの外国人で日本に来たとしたら絶対に買うやつ。ああ、まあでもそう万華鏡いや、なんでそれだけニヤニヤして言っちゃうの。万華鏡必要ないんだって。万華鏡ですわ。どうですか、うわー全部違う。いや、そりゃそうだ、そういうものなんだ。最初はグー、じゃんけんぽい。さあ、グー、パチン。はいはい、ちょっとだけ入れさせててやめてくれますか。おお。恋人ができません、モテません、頑張ります、頑張ってください頑張ってください。まあ来年の誕生日バースデーイベントやってくれるかなって感じ。やってくれるかなって言われたら、もう言うしかない、言うしかないよね、やってくれるかな、いいと思う。ありがとうございます。私、去年かな、に、あの、ダラで祝ってもらった時に、はいはい、ダイヤもらったんですよ。え、あ、それ、それもらったやつなんだ。それからずっとつけてるんですけど、超嬉しくて、お泣いて喜びましたね、みんなでありがとうって、みんなで、3人であら、粋なことしましたイラストの方、書いてあの私のファンの方がこう書いてくれたやつなんですけど、ファンをツイッターかなんかでこう上げたんですけど、すごく似てて、あの本当に今日来てくださいましてありがとうございました。あのやっぱ29歳になりまして、本当に20代最後なんで、なんか何を、いや本当この年なんだな空のと思いながら、まあ、10年こうやってきて、はい、最後の20代なので、はい、なんかいろいろ自分が思うことをいろいろやっていきたいなって本当に思ってますね。まあ、こういうトークイベントとかをずっとやりたいなと思ってやっぱ実現したので、これはやっぱり続けていきたいなっていうのをすごく思ってます。で、本当最近海外に行くことが多くて、日本での活動もすごく少なくなってしまったんですけど、やっぱここを通して、なんかこう交流したいなと本当思ってるので、本当応援よろしくお願いします。ありがとうございます。